皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性事業家が自由に働きたいと思った時の旦那さんとの折り合いのつけ方のコツということについてお話をしてみたいと思います。これはですね、私自身の経験値、体験値も含めてですね、あとは実際にクライアントさん、私の生徒さんからですね、自宅の旦那さんとの関係性においてですね、事業を発展させるのに、障害になっていると本人が思っていることとかを、どうやって取り除いていくのかっていう、考え方的な部分と、あと実際の行動的な部分と、両方からちょっと私の、考えをお伝えしてみようかなと思って今回のテーマを決めましたので、現状ですね、例えば一応旦那さんは自営をやることは許してくれてはいるんだけれども、さらにもうちょっと活躍して外に出たいとか思うような時とかに、どういうふうに話を折り合いをつけていくかっていう、そういった話が出てきたりすることが多かったので、それをちょっとお話をしたいなというふうに思ってます。ですね、まずこれを話そうかなと思ったきっかけがですね、斉藤ひとりさんっていう方 のメルマガっていうか、本ですね、斉藤ひとりさんの令和の成功っていう本がありまして、そちらの中 の一部抜粋の内容がですね、自分も昔そういうことあったよねっていうのを思い出したので、それでお話ししてみようと思ったんですけどね、どういうことが書いてあったかっていうと、端的に言うとですね、世の中の女性の方の中には、ちょっと外出するのでもいちいち旦那の許可を取らなきゃいけない人が結構いるんですっていうのが書いてあってですね、だから旦那さんを立てなきゃいけないとかっていう、その思い込みが捨てられていない、観念に縛られているっていう書かれてたんですね。で、だから許可をね、取らないといけないと思っている観念があるっていう、まずここが一つポイントなんですけどね。で、実際にじゃあその方がですね、旦那さんに許可を取ろうとするとダメって言われるから外に出れないっていう話になったりするらしいんですよね。なので、この日出かけてもいいとか、許可を取ろうとするからダメになる、ダメって言われるんだっていうのを斉藤ひとりさんが言っていてですね、要はひとりさん的にはですね、そんなの聞かなくていいと、この日出かけるからね、それで終わりっていう、で旦那さんの都合が悪ければ、そこで話し合いをすればいいだけのことですね。だから旦那さんが反対っていうようなタイプの人っていうのは、実は特にそんなに強い意見があるわけではないこともあるらしいんですよね。だから明確な理由がないから、出かけていいとか聞くから反射的にダメって言ってる。だからその内容に言いなりになっちゃいけない。だから意見のない人に意見を聞いてはいけないっていうねことを書かれてました。だから出かけたいんだったらね、いついつ出かけますよって断言する。そうすると意見がない人、だから旦那さんに意見がある人はこれが通じなかったりする場合もあるんですけれども、いついつ出かけますよって断言すると大抵そうかっていう答えが返ってくるらしいですね。だから例えばそこで文句を言われても、その文句の内容が正当な理由でなかった場合には、そこは、もう決めたからって引かなきゃいいっていう、要は女の人も聞いてばっかりいるから、わがまま言われちゃうっていうかね、旦那さんが主導権持っちゃって、そういうこうダメっていうのをとりあえず言う、だから、ひとりさんに限らずですね、男性の方がこれを
聞いていてどう思うかっていうのはあれなんですけれども、愛情が欲しいから、まあお母ちゃんお小遣いちょうだいと言って子供になりたがるのみたいなことも書いてあるんですけれどもね。だから本当はですね、かかあ天下みたいな方が家庭の方がうまくいくとかってよく言いますよね。だから旦那さんを立てるっていうのと、そのお伺いを立てるっていうのが必ずしもマッチングしないっていう話なんですよね。だから例えば奥さんが今日これ食べるよ、ここに行くよって決めてしまえば、まあそれでなんだかんだ言って旦那さんがついてくるケースが多いっていうのをね、書かれてました。だけれども当然もう本当に亭主関白っていう人と結婚しちゃうと、まあそこは難しい場合もあるんだけれども、そうではないっていう観点から考えると、案外こう決めたっていうことを伝えると反対されないことが実は多かったりするっていうのは、私のクライアントさんの状態見てても思うし、まあ私自身も出張が結構多いんですけれどもね、慣らしていく必要はありましたよ。最初は1泊の出張で、次2泊にしたり3泊にしたり4泊にしたりって言って、まあ最大4泊5日っていうのを、まあ、例えば、福岡と長崎を組んで4泊5日とか、そういうのもやったことありますけれども、まあ、要は交通費もったいないですしね、近いところから九州なら九州って言って動いちゃう方がいいっていう時には、そういう組み方をすることもありますね。ただ、まあ、組んで分かったのがやっぱり最大4泊5日かな。なんか長期でずっと外でやってると、まあ仕事がね、事務処理的なものが100%ドーンってできるわけではないので。そういう部分で、まあ、私自身も疲れるし、あとはやはりいくら気をつけていても外食が続くので、ちょっと胃が疲れる感が あるので、まあ楽しいんですけれどもね、その地方の食事食べられたり、その地方の方たちとお話しできるっていうのは楽しいんですけど、まあ4泊5日ぐらいまでかなっていうふうに思ってるんです。で、最初はやっぱりなんか罪悪感がちょっとあってですね、なんか家に残してそんなに行くのどうなのかなと思いながら、ちょっとずつで、ね、日数だんだん慣らして増やしてって、2年ぐらいかかりましたかね。特にもう決定事項として、何月何日どこに行くよとか、何月何日はどこ、もう最初のうちはホテルの名前とかも全部書いて置いててたんですけど、見てないっていうのが分かったので あ、いっかとか思って、もう場所の方面だけ言うことにしてます。例えば5月、神戸大阪 6月札幌、7月宮崎とか、なんかそんな感じですね。どこら辺に行ってんのかなみたいなぐらいのところで、ただあんまりにも頻繁に動いてるとどこに行ってるか分かんないから、メモでいいから出しといてとか言われたことはありますけど、まあ、それによってこう反対されているっていうことではない状態を作られたんですね。で、概念っていうのは誰が作ってるのかっていう話なんですけれども、もちろんご本人が、まあ、旦那さんにこう言われ続けることによって概念を植え付けられるっていうこともあるんですが、大概母親ですね。家庭のその状況でそういうものだという概念が植え付けられてると、自分もそういうふうに動かなくてはいけないというふうに思ってしまうケースが多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、母親とか父親レベルじゃなかった場合には、大概旦那さんから植え付けられてることとかもね、あったりするんです。その方が旦那さんにとって操縦しやすいっていうことになっているようなケースで、まあ、言葉で縛るっていうこともできたりはするわけなんですけれども、まあ人は変わりますからね。そういう環境からスタートしても、たまにこうね、いつも従ってばっかりじゃなくて、言った時強く出ると逆に旦那さんがびっくりしちゃうみたいなね、そういうこともあり得るらしいので、いつでもこういい状態を保とうっていうふうにすると、やっぱり無理とか破綻が来て、特に事業家ないしは教室授業をやってるね方がさらにどこかに行くとか飛びたいとかっていうふうに思った時に、大抵旦那さんのことがネックになる、もちろんお子さんのこともネックになるケースが多いんですけれどもね。その折り合いっていうのはやはり上手につけていかなくてはいけないっていうことと、男性はね、その一人さん曰く、やっぱ子供に
なりたくてもなれないからちょっとダダをこねてみるっていうところがあるっていう性質を理解するっていうのが正しいあり方だよねっていう感じですね。なのでよほどよほどすごいすごい超頑固な亭主関白でない限りはですね、成り立っていくんだよねっていう話は載ってて、それは私もまあ同感な部分はありますね。ただもちろん強い旦那さんとかもいるので、そういう場合には時間をかけて説得していくしかないんですけれどもね、話すことを諦めてはいけないんですよね。から例えば働いてない奥さんとかは旦那さんがね稼いでるから自分が主導権持っちゃいけないとか、そんなこと言っちゃいけないっていうふうに思う必要はないっていうこともあるんですよね。私もそれは同感で、そういう大金を使う奥さんを要はどう捉えるかですよね。その旦那さんがね、こんなに大金使う奥さんを自分は持っちゃってるんだから、永久に俺は金を稼ぎ続けられるんだなとか 稼ぎのないところに金遣いの荒い奥さんが来るわけがないとかね、そういうふうに考えられることができると、使わせる解消が男の人のこう器を大きくするみたいな そういう話とかもねあったりするから、それもなんとなくわかるなと思うんですよね。まあ、それでね家計が破綻してしまってはあれなんだけれども、気持ちよく例えば使う悪女とは言わないですけれども、パーンとねこう奥さんが贅沢して、例えば楽しくしていて、さらに旦那さん頑張って稼ぐみたいなのを全員が嫌がるかっていうと、そうではないケースもあるんですよね。そういう奥さんを見ていて、俺って甲斐性がある俺みたいなのを喜ぶみたいな、そういう傾向もあるっていうのも違う本で読んだことがあります。だから男の人のプライドっていうのは何で満たされるのかっていうと、例えば隣にいる人、それがまあ女性、奥さんだったり、まあ、恋人だったりするケースにおいて、その人を喜ばせてる、満足させてる、まあ、特にお金とかがね、やっぱ分かりやすいみたいなんで、男の人はまあお金でっていうケースが多いんですけど、お金じゃなかった場合には精神的に満足をさせてるとかっていうのが自分のプライドであり解消であるし、自分の存在意義であるっていうことを考えるケースが多いっていう話が理解できるようになってから、私は自分で勝手にやっぱり一泊とかにしとかなくちゃいけないのかなとか、なんかいろいろとですね、悶々としながら、本当はもうちょっと出たいんだけどなとか思ってた時に、その制限かけてるのは高子さん自身ですよねって違う方に言われたことがあって、そういえばそうだよねとか思って、でその思考って誰に植え付けられたのかって言ったら、私の母親だったんですよね。私の母がなんだろうな、まあ、結果離婚はしてるんですけれども、癇癪を起こす父に対して、それを起こさせないようにするために言うことに従ってれば、ひどく言葉で罵られるとかっていうのもなかった、いうタイプだったんですけど、1個言うと10倍で返ってくるので、その時間をやり過ごすのが大変っていうことで、母は言うことを従うようにしてしまっていて、その考え方とかが浸透してるので、多分今ならわかるんですけれども、まあ、それは母の価値観であって、ある意味昭和の価値観なのかもしれないんですけれども、それは本来は立てたことには多分なってないですよね、おそらく。言うことを聞いただけで立てたことには多分なってなくて、結局それによってこう自分が縛られてそこを出ていかないっていうことで、その考えをだから私に母は、まあ、押し付けるっていうか植え付ける、自分がそうでしたからね。そんなに家を空けていると、旦那さんに迷惑がかかるでしょうみたいな感じとか、一人でね寂しく思ってるんじゃないのとか、まあ出張が多くなり始めた頃に母に言われた時にですね、私は母にそれぞれの家と夫婦の関係と、どういう形で作っていくかっていうのは、その2人が決めることなので、うちはうちのルールがあるから、そこは干渉しないでほしいっていうことを言ったら、それ以上母はもう何も言わなくなったんですよね。だから本当にそういうのがね嫌だったら、うちの旦那が私に言えばよくて、それを私が受け入れられるかどうかは私が決めるだけなので、
全てを跳ねつけるわけじゃないですけれども、自分の中で勝手にこれはダメって反対されるからって言わないとか、反対されるだろうと思いながら言ってもいいとか聞いたら絶対反対されるんですよ。だからこれは事業を起こす時っていうか、転職する時とかも多分似たような状況が起こり得て、会社辞めたいと思うんだけど、どう思うって言ったら、やっぱり旦那さんだって経済的な部分の不安があるから、どう思うって言ったら絶対反対します。 多分だって男の人は基本環境を変化させるの嫌う生物なんですよ。基本は同じであることの方が嬉しい生物です。で、女性は変化も柔軟に受け入れて対応することもできるし、転職とかそういうようなものも上手にうまくこなしていくのは女性の方が多いですし、自殺が多いのは男性の方が多いですね。女の人が何気に図太いんです。 だからその一つのことを決まった形で、決まったルーティンで環境が変わらないことを喜ぶタイプの男の人が多い。そうじゃない男の人もいますよ。多いんです。だからそんな人に環境が変わる、しかも将来が見えないような状態をどうしたらいいと思うなんて、自分の計画もなしに仮に言ったとしたら、まあ100%確実にそんなん、そういう見込みないじゃないかみたいな感じで、やめとけって言われます、大抵ね。だからこのひとりさんの話じゃないんですけれども、もう決めたからっていうことで言い切るしかないんですよね。本当に転職とかやめたくて自営で一本でやってくって、その覚悟を伝えるっていうことは、同時にきちんとやっていくっていう設計図ですね。男性の場合には、まあ事業計画書って言われるようなものの、言葉だけの話じゃなくて、要はどういうふうにどう稼いでいくかっていうのをちゃんと見せるっていうことをする必要があるんですけれどもね。ここはやっぱり女性もですね、数字が苦手だからとか言ってる場合じゃなくてですね、自分の夢を叶えるんだからっていうか、まあ一国一城のある種の経営者になるわけですから、それぐらいは説得できないとねっていうところがあるので、それもひとりさんのこの話を見て私過去を思い出したんですよ。もちろん出張がだから私の中では出たいのに出れないって思ってたのを外すのに1年半くらいかかりましたけれどもね、私でもです。で、案外その行くよっていうのも断言してしまうと、もうそんなに言わなくなりますし、それによって仕事が回っているっていうことは当然家にも還元できるわけで、何より多分私は外に出てる方が生き生きとするわけなので、その仕事頑張ってて楽しそうっていう絵を見せてることが、本人に聞いてないんでね、わからないんですけれども、多分どうなんだろう、俺ってこういうあっちゃこっちゃ飛ぶような奥さんを自由にさせてる俺って偉いとか、もしや思ってるのかもしれないですよね。それが自分の解消みたいな感じでね。うちの主人はサラリーマンですけれども、普通の規則的な生活をしてて、私は自営なんであっちゃこっちゃ飛ぶし、不規則な生活はしているんですけれども、それでもやりたいことをやりたいように好きにやっていることを、許可しているというか許しているというか、対等の立場なんで、うちの場合には。ただ断っていますよ、一応行くよとか。 あとはどうしても忙しくなって食事の支度とかっていうのもおろそかになるっていうか、あまりすごく熱を入れて作ることはできなかったりすると、普通にお弁当買ってきて食べてたりとかですね。それがいい悪いは別としてですよ。そういう関係性でうちは回ってるっていうところで、基本は私がそれを言うっていうことが大丈夫なんだっていうのを自分に許可を出して、決めたよっていう前提でやっぱり言うようになってから、状況変わったかなっていうふうに思いますね。なので、さっきのね話なんですけど、そのお金をいっぱい、使っちゃうタイプの奥さんがいた時にですね、もう俺のお金が減っちゃうから、とんでもない、こんな人は
嫌だっていうタイプの人もいれば、この人を喜ばせるために俺は稼ぎ続けようみたいな風に思うかっていう男の人もやっぱ2タイプ出てきますよね。私は自由が欲しいタイプなので、まあお金っていうより自由ですね。だから動き回ることに制限をかけてくる人とは一緒にいれないので、そこを重視した形でのパートナーシップになっているので、まあ自由ですよね。はい、なのでお金の部分で言うと、その仮にだから使っちゃう奥さんがいたとしても、旦那さんがそれ以上に当然稼げばいいだけですしね。だから恋人からその奥さんでっていうところで見極めるときに、そういう奥さんが嫌な人はそもそももう結婚相手としては見ないっていうことで付き合うはずなので、そういう人を満足させよう、俺は大きくなるみたいなね そういう付き合い方ができる人だと、やっぱりそういう風になっていくんじゃないのかなっていう風に思いますね。だから自分自身が自分で勝手に概念を作ってしまうと、その概念に縛られた状態で旦那さんの姿とかも決まっていっちゃうので、でこれが何て言うのかな、概念があると、自分の考えから現象が起きてしまう、その現象が。だから旦那さんの反応も自分がその概念を持ってるからそういう反応が出てしまうっていうケースが結構多いんですよ。まあそれでもね、超頑固な人を説得するのは相当大変かもしれないので、まあそのあたりは時間かけてゆっくりやっていただくしかないんですけど、大抵自分の中でいろいろとこう作ってしまって、これは無理に違いないとか、自分の夢自体もそうです。これは無理だと思うって自分が決めれば無理にやっぱりなってしまうので、まずは思考を解放することっていうことがあるので。常識とかっていう言葉ではなく、私は非常識っていう言葉をまあよく言いますけれどもね、世の中の通例とされていることってあるじゃないですか、社会的な概念とかっていう。でそれはそれで当然理解するし、まあ極端な話言うとね、人を殺してはいけないとか、まあそういう概念とかっていうのはありますけれども、もっとちっちゃなね、ところで言うと、例えば会社を辞めるっていうことにしたって、夢を追いかけるために辞める人ばっかりではなく、そこにいると体が悪くなるから辞めるっていう人も当然いるわけで、環境が合ってない場合には当然新しい選択肢を持つ必要もあるわけですよね。だからもちろんそれを逃げるっていうふうに評価する人もいるでしょうし、そしてそれをに逃げたらいけないのかっていうのも、まあ、別に私が例えば主人によく言っているのが、会社辞めたかったら辞めたらいいっていう話を言っています。まあ、だから私も稼いでるわけなんですけれども、要はノイローゼになって鬱になって、その心身もやられた状態でいるっていうのは回復大変じゃないですか。人生ね、そのしばらくの期間がもったいない時間を過ごすことになっちゃう。そんなことだったら逃げって言われようが卑怯って言われようが、別に辞めたかったら辞めればいいっていう話をまあよくするわけなんですけどね。だから世の中の人が何て言おうとも、別にそのうちの場合では家計ないしは夫婦の間でそれが OK であれば、それは逃げたっていうことにはならないっていうことですよね。だから相手がどう受け取るかっていうことももちろん考えないといけないんだけれども、まあ、まずは自分の幸福感とか、自分が満たされるための状態はどういう状態なのかを正直にやっぱり欲求をきちんと伝えるっていうことで、この伝え方が下手だと喧嘩になっちゃったりするんですけどね。だからどういうふうに伝えてったら分かるっていうことは当然理解はしなくてはいけないんですけれども、旦那さん、あと子供もそうですね。お子さんにお話をね、本当に目線合わせてすると、本心の子供の本心とかが聞こえるとかってよく聞きます。ここに関しては私は実際のところはどうっていうのは言えないです。子供がいないので。だけれども、お子さん持ってる方とね、実際に本当にちゃんとお母さんはねこうしたいんだよっていうことをきちんと言うと、子供なりきにやっぱり理解してくれるらしいっていう話は聞いているので、
子供もやっぱりね、お母さんが生き生きしてて楽しくいるのがやっぱ子供の幸せなんじゃないかなっていうふうに思っていて、私は私の母が、そうだな、幸せ、な時とかあったのかもしれないですけれども、いつでも体ギリギリにして働いてる姿しか見ていなかったので、子供心にそれはきついことでしたね。まあもちろん冗談言って笑う、私との話において笑うっていうこともありましたけど、いつもキリキリの状態で仕事をしている母をずっと見ていたので、お金のために働くっていう母ですね。だから生きがいとやりがいのために働くっていう選択肢がなかったのを、生き生きとして楽しそうに働いてるっていう感じじゃなくて、私と弟を育てるために必死に働いてる姿しか見てないので、そこは子供心に見てて辛かったですね、やっぱり。だから楽しそうに働くお母さんっていうのは子供から見てもきっと嬉しいことなんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしました。なのでおそらくなんですけど、旦那さんもですね、きっとその生き生きと働く奥さんで、もちろんお金はね きっとある程度欲しいっていうのがあるのであれば、そこを要求してくるのかもしれませんけれども、男の人はね、きっとこの人を幸せにしてる解消が嬉しいのかなっていうふうに、いろんな方の話を聞いてて感じるところです。なので全てをね従うのが正しいわけじゃなくて、自分の正しい欲求を正しい伝え方で理解をしてもらうように言っていくっていうことが、まず第一歩として必要なんじゃないのかなっていうふうに、斎藤ひどりさんのですね、メルマガを読んでちょっと思ったりしたもんですから、今日の話題とさせていただきました。よかったら旦那さんの折り合いをつけるためのお話のご参考にしていただければと思います。それでは。